県道番号表示大阪府道1号茨城、摂線は大阪府茨城市から道府摂津市に至る主要地報道に指定された府道である。水田市内には万博記念公園の大部分を取り囲む環状道路となっているところがあり、その部分は大阪府道129号、南千里茨城停車場線と重複している。1984年3月の府道番号。 導入当初は、大阪内環状線が指定されていたが、道路線が1993年4月に、国道へ昇格したこともあり、1994年4月1日に、不動122号道祖本設置線と不動403号、大岩城河原の線路2路線が統合され、不動1号茨城設置線と名称が変更された。指定後もしばらくは、茨城市、 清水美濃市青単谷東に未開通部分があったが、国際文化公園都市の町開きに合わせて整備が進められ、茨城市清水一丁目の友公会病院東側を通過する現在の形となり、2015年には、サ都中地区を越えて、茨城市、佐保地区まで整備された。そこから、北は、サイトの整備を先取りする形で、従来から、ある道路が指定されている。 そのため対抗が困難な部分も一部に存在している。上記の区間含め、国道171号から大阪府道46号茨城亀岡線までの区間は都市計画道路茨城未納丘陵線として計画されている。また、これに並行するように、新名神アクセス道路として茨城仙台寺インターチェンジから府道46号までが都市計画道路岩線として、 事業中である、茨城市美濃市茨城市水田市設置市、ありがとうございます。